これはさっきの延長になるってことか。さっきの延長ってことはさっきと変わんない、普通のカウント回ではなく普通に普通の回になるってことね。みんなありがとう、いろいろ教えてくれて。とりあえず今日はこれでカウント回終わりなので、この後はね、この後はっていうか1時間は空くので、これさ1分だけずらそうかな、なんか1分ずらした方がいいみたいな感じだったので、1分ずらしてた方が無難ってこと？さっきの続きだよね。そうだよね、通知コン、そうだよね。みんなありがとう。ってことはここさ1時間何1時間1分開けた方がいいって言ったっけ。1分ずらせばリセットされる。さっきささっきの回1分リセットされたからさ、ここから1時間しかないのにリセットされたってこと、私が秒数の差でちょうどから始めたけど1時間1分秒数の差で空いたってことだよね、偶然。じゃあこれ21分から始めます。20時21分にするね。なるほど、なんかさ今頃分かってきた気がする、ちょっとずつもう3日目ぐらいなのに、もう3日目ぐらいなのに今頃時間の決まりが分かった。あ、70分空いてる、本当に？こっから、あ、70分空いてるわ。あ、ありがとう。1時10分。あ、うん、ぴったりから始めます。はい、なんでもないです、今の話。ここはぴったり始めますね。ここだけダメだったんですね、ちょっと。うん、ここはぴったり始めます。20時20分からぴったりでできそうなので、リセットされそうなので、ありがとう、計算してくれて。じゃあ20時20分ぴったりからです。ありがとう。カズ兄さん、お花ありがとう。20時20分 OK ね、 OK。 10分じゃないから大丈夫ね、 OK。 じゃあそのままでいきます。で、次の回で、あの次の日の日程決めますね。あ、ね、さっきのドアラさ、ちょっと付け足した、ちょっとここ付け足したらなんかちょっといい感じになった。この線、この線忘れてたわ、この白の線。どうですかドアラ、似てますか？通知コン、そう、でもさっきの回とか見に来れんやった方とかは、あのあれですね、今星投げとかカウントができてるかと思うので、そうね、みんな頑張ってコメントしてください。上手に描いたら笑えへんか。そうね、私絵見ながら描いたら描けちゃうんですよね。でも絵見らんで描いたら本当に描けんよ。でもうん、あの絵描けないです。これは何も見らんやったらマジで描けん絵。うん、見ながら描いたからめっちゃ、うん、我ながらにうまいと思う。そう、でもジャビットダメだったな、まあ、色塗ってないしね、なんか怪物くんに見える。懐かしい。10分ってあっという間だよね。そうね、10分だから10分でよかったよね。でも、うん、本当に美術成績良かったでしょ。美術、あ、でもね、私ね絵下手な割には美術5でした。美術5だった、あの中3の時、うん、4、最初4で5に上がった美術。あ、
そう、1時間空いてなかったから、そうファンの皆さんが来づらくなっちゃったから、あの通知来なくて気づかない配信になっちゃったから10分でよかったねって、そういうこと。それが30分の枠とかだったら悲しかったねっていう話。そうからドアラ、ドアラくん、嬉しい。私も最近聞いた出たい、毛利さんも出たいし、ありがとう、みんな投げてくれて。カラスのカーコさん嬉しい、レインボースターありがとう、ありがとうございます。もう今日ももう7回目の配信だよ。1,2,3,4,5,6,7、すごくない？7回配信した。さっきまでここやったのに、さっきここやったよ本当に。3つ終わっちゃった、早いね。早いね、早いね。これでもトータル3時間なのでね、分けると早い。待って、あと3分だ。ドアラは似てる。え、ね、似ちゃうよね。嬉しい、そうやって言ってくれて。イエーイ。せっかくだからタイムスケジュールの横に貼っときなよって。え、でもさー、これ貼ったら、あのあれだよね、なんでもないです、このチームを推してるのって思われそう。貼りたいけどな、だったらせっかくだったら全部書きたいね。8回も空の見れるの嬉しすぎる、嬉しい。待って、そうファンだと思われちゃう。私中日ドラゴンズの選手本当に分かんない、本当に分かんない。若林選手中日ドラゴンズですか、分かんない。なんか試合でなんか覚えた名前と顔、そう全然詳しくないのにさ、これ貼ってたらファンなのってなってさ、そう全然返せなかったら申し訳ない。じゃあランキングを読みますね。13位ゴッちゃん、待ってやばい。12位フォーコさん、11位みどりさん、10位リボンさん、9位和田さん、8位ショートさん、7位ひでとさん、6位ナンさん、5位こうちゃん、4位しの、3位カラスのかおこさん、2位かずにいさん、1位わさっぴさんでした。ありがとうございます。それではいきますよ、空のじゃんけん、じゃんけんふいパーでした。10分なっちゃった。みんな次はラスト配信見に来てください。8時20分から8時50分ラストです。星集めよろしく頼みます。それではバイバイ。